自然界のパーフェクトフード、ご存知でしょうか？それはハニー、蜂蜜です。蜂蜜の栄養成分の約 80% を占めるブドウ糖と果糖は、疲労回復に有効とされる単糖類で、蜂蜜にはビタミンやミネラルをはじめとする約300種類以上にも及ぶ豊富な栄養素が多く含まれています。喉のケア、疲労回復、風邪予防、スキンケア、腸内環境を整えるなど健康と美容に嬉しい効果が多く期待できます。毎日食べても良いものですが、摂取回数と摂取量にはお気をつけください。蜂蜜は一気に摂取するよりも朝昼晩の3回に分けて食べるのがおすすめで、1日に適切な摂取量はおよそ 10g から 30g、 大さじ1杯から2杯で 40g までなら体調への影響はないと言われています。それ以上に食べてしまうと糖分の過剰摂取につながるので控えましょう。また蜂蜜に含まれるビタミンや酵素は60度以上の高温に弱いため、熱を加えると栄養素が破壊されてしまいます。紅茶などの熱い飲み物に入れる場合は少し冷ましてからにしましょう。そして蜂蜜は1歳未満の乳児には絶対与えてはいけません。腸内環境が違うため乳児ボツリヌス症になるリスクが高まり、稀に命を落としてしまうこともあります。1匹のミツバチが一生かかって集める蜂蜜はわずかティースプーン1杯にも満たないほどの量です。ミツバチたちに感謝して毎日蜂蜜を食べて健康になりたいですね。